これ今まで2大生産国だったんですよ。ところがアメリカでシェールオイルの生産っていうのが始まって3大原油生産国になっちゃったわけです。アメリカも入ってきちゃったわけです。で、ロシアとサウジははっきり言ってアメリカのシェール潰しを狙ってます。国際政治学者の藤井元気です。このチャンネルでは私が有料でやっておりますワールドフォーキャストを一部無料でお届けしております。最新号も無料でアップしていますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。こんにちは、藤井元気です。アメリカの石油先物市場がマイナス価格になってしまって、原油価格が暴落しているというお話をいたします。そもそもですね、これがロシアとですね、サウジアラビアという二大石油産出国、これが減産合意ができなくてですね、それが値段が下がり始めたきっかけです。そこにプラスして、今年に入ってこれだけのですね、武漢コロナウイルスにおけるマイナス効果ですね、景気にまさに冷や水を浴びせ続けるですね、巨大な不況が起きてしまったと。チャイナ発世界大恐慌と言ってもいいと思いますが、そういう状況になってしまったと。そうしますと、ただでさえ石油が余ってるのにですね、世界中で不景気ですから、石油をもうこんなに使わないよと。街見てもわかるように車の、通ってる量も少なくなります。ガソリンもいりません。飛行機ほとんどもう飛ばなくなりましたから、もう大規模なですね、海外旅行っていうようなものが、しばらくはこれはもうできませんよね。そうなりますと当然あれの大元も原油、石油ということですから、ジェット燃料ですね。大元は石油ですからこれもいりませんよということになります。それからいろんな工場なんか稼働しておりますけども、そこでもですね、エネルギー源としてもともと使っているものがですね、動力源としての石油、天然ガス、そういったものもいりませんよということになりますから、エネルギーの価格が下がるということなんですよね。で、話の続きになりますが、ロシアとサウジの2大原油国ですね、は実はアメリカにおけるシェールオイルの生産をですね、これをですね、なんとか潰したい。これ今まで2大生産国だったんですよ。ところがアメリカでシェールオイルの生産っていうのが始まって3大原油生産国になっちゃったわけです。アメリカも入ってきちゃったわけです。で、ロシアとサウジははっきり言ってアメリカのシェール潰しを狙ってます。うん。で、値段安くしちゃえばですね、アメリカ、自分たちも苦しい。だけど我慢比べ、こっちは強いよと。アメリカのシェールオイルってのは1バレルですね。だいたい40ドル以上ぐらいで作っているだろうと言われています。かつては60ドルと言われました。シェールオイル。なんでかというと、シェールオイルっていうのはですね、自然に出てくる今までの油田を当てたらボーッと石油を吹き出してくるんじゃなくて、この圧力をかけないとですね、出てこない類のものなんですね。ですから水にですね、若干のなんか化学的な物質を混ぜて、それを高圧で、地中にぶち込むと、シェールオイル層があるところにね。そうすると圧力が高まって、岩盤がそこで破壊されてですね、そこに入っていた石油が飛び出してくるということで、この、無理やりですね、おそらくこれが何万年かすればですね、普通の油田になるのかもしれませんが、ともかくもそういった自然、今までの油田とは違った形で技術によって掘っていこう。ですから当然お金もかかるわけですよね。で、それで、初め60ドル、1バレル60ドルぐらい生産価格あったんですけども、一回ですね、サウジがこれ潰してやろうと思って定額競争やったんですけど、サウジの方が根負けしちゃいまして。っていうのは、やっぱりシェールオイル生産の方も技術進歩、技術革新がありますので、バレル40ドルぐらいまで値段も下がっちゃったんですね。だからもう40ドルまで下がってくるともうサウジもですね、やっていけないんですよ。それでもう一回値段競争やったんでギブアップした。しかし今度こそ潰してやれっていうんで、始めたと。だからロシアとサウジが喧嘩して喧嘩別れして、それでもって石油の値段が下がってきちゃって両方困ってるねっていうのは表面上の理由で、おそらく両方とも、プーチンさんもですね、サウジの皇太子も、これで我慢比べでアメリカ潰してやれと。でそれを言ってたらアメリカも困るだろうからトランプも出てくるよね。アメリカのそのシェールオイル業界だって、考えるだろうっていう、まあ、そういうことを考えたと思うんですね。そして、実際ですね今、まあ、かなりまたそのシェールオイルの生産っていうのは下がってきました。あ、ちなみに初めシェールガスから始まったんですね。天然ガス。もう天然ガスの方がですね簡単に出てきまして、これでもうアメリカの天然ガスものすごく安くなって世界中天然ガス安くなりまして、まあ日本にとってもこれは天然ガス石油輸出して輸入してる日本にとってはまあ大変ありがたいことだったんですけど、それからまず量的にも天然ガスっていっぱいあるよねって、今の勢いで掘ってもあと200年300年ぐらい使いますよと、枯渇しませんよと。からそれがオイルの方にも来てシェールオイル革命っていうのが、これがその後続けておきましてですね、これでアメリカの石油生産量がぐっと上がってきたと。だから1バレルあたりの値段がそうですね、50ドル60ドル70ドル80ドルって時はもうこれはシェール企業も儲かってしょうがないということです。ですから中西部のですね、ところに、オクラホマ州なんて有名ですけども、そういうアメリカの真ん中ですよね、そこら辺にですね何もない誰も住んでいなかった、そういうところに農地でもなかった、そんなところにですねこのシェールオイル産業が来て穴開けて掘ってもうたちまち村ができる町ができるというで、そこに来た人はまああんまり手に職がなくても現場に行って習ってですね、そのシェールオイル生産業に入ればですねかなりの高額の賃金がもらえると。まあ、かなりのアメリカンドリームだったんですね。まあ日本でもそういうのあるというけど、日本にはそういうのありませんけどね。だけどね、35ドル以下に原油がなっちゃうと、アメリカがだいたい1300万バレルパーで1日1300万バレルぐらい掘ってたのが、だいたい半分になっちゃうわけです。で、これを狙ってるわけですね。したら、値段がそこから先は業者がもうこれ、小さな業者が多いんです、シェールオイルっていうのは。だから相当な借金をして設備投資をして、リッグって言いますけどですね、油田、石油掘削装置を買ってですね商売してる。だから値段が安くなってくるともう商売できませんので、もうやめたってことになっちゃいます。やめたっていうか、まあ倒産するとかですね、まあ、早々と手締まってしまうということになるんで、結局そこに減産をしてもらうことになれば、シェールを潰して世界的に石油の生産量を減らして、そして、サウジやロシアはなんとか利を得ようということで、まあ、そういう計画といいますか、そういう戦略できたと思うんですね。そしたらまあ案の定といいますか、トランプさんも、まあ、ある時点から私もアメリカも介入しますと言っていたんですが、まあ、介入してきてですね減産合意まで持っていったと。ところがその減産量が少なかったんで、とてもこんなんじゃ、値段は止められませんねっていうことになりまして、マイナス価格までいっちゃったということです。まあ、3者のまあ我慢比べ、アメリカ、ロシア、サウジの間のまあ我慢比べ、なんですけれども、まあ、このままでは石油の値段は止め上がらない、まあ、当然のことですけれども、この武漢コロナで世界的に景気低迷してますからね、まあ今までの不況対策っていうのは人間需要が減っちゃうんで、需要を喚起してあげればこれは景気対策になったんですけど、今度は政府がお金配って需要を喚起しても景気良くなんないですよね、なかなかね。だって人間が動けないんだからね、外に出られない、なるべく自粛してくださいっていうことですから、まあお金を動かせる部分はもう限られてきちゃうんで、本格的な需要関係はやっぱり人間が外へ出て動けるようにならないと景気は良くなりません。まあ、その問題の方の、解決しない限り石油価格値段低迷は長く続くというふうに、思います。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。コメントも大変励みになりますのでよろしくお願いします。それからもっと情報が欲しい人、もっと見たいっていう人は有料の方のワールドフォーキャストをご覧ください。詳しくは概要欄に記載してございます。